それでは今回、ここから先はですね、有理数の連分数展開と、関連するアイデアでですね、その無理数の連分数近似というのを扱います。無理数ですので、その連分数での展開は一般にこう無限に続くわけなんですけれども、その無理数、有理数や無理数を十進小数で展開したときに、その循環小数っていうのが現れるように、その無理数の連分数近似を行ったときに、ある種の無理数に対しては、この連分数の展開がですね、循環するという、循環連分数と呼ばれる展開が現れることもあります。とりあえず、その無理数の連分数近似の基本的なやり方を紹介したいと思います。今、そのアルファですね、実数アルファの連分数近似を考えていくわけですけれども、まず、このアルファ1をアルファと置きまして、で、このアルファは i をですね、整数部分とそれから小数部分にこう分けます。まず、このアルファ i の、整数部分をこれ qi というふうに置きまして、で、そうしますと、小数部分というのは、αi-qi という形で表されるんですけれども、この小数部分の逆数をですね、α の i プラス1と置くという形で、連分数、無理数をですね、連分数の形で表していきます。ということで、他にもですね、ちょっと手順が込み入ってますので、ちょっと例題をお見せしながら、その連分数近似の仕方を紹介していきたいと思います。ここではまず、ルート3ですね、このルート3を連分数で展開して表記するということを考えます。でまず最初のステップでは、このルート3をですね、その整数部分と小数部分に分離するんですね。とりあえずルート3は1以上2未満の数であるということが分かっているという前提で始めますので、そうすると、ルート3の整数部分は1ですよと。で、残りの部分をどう表すかというと、とりあえず、正確に表すには、ルート3マイナス1と表す性しかないので、こういうふうに表しておきます。で、次のステップでは、この小数部分のルート3マイナス1をですね、この逆数を取った形で、分子を1にして、分数の形の表記で表します。そうすると、ルート3マイナス1、ここもですね、ルート3マイナス1分の1分の1と表すしかないので、こういうふうにこう無理やり表してしまうわけですね。で、次にこのルート3マイナス1分の1という部分、この分数の分母の部分に着目しますけれども、この分母をですね、有理化、このルート3マイナス1分の1のこのルート3マイナス1っていう分母の部分を有理化します。有理化するには、多分これはよく知っていると思いますが、ルート3マイナス1であれば、ルート3プラス1をですね、かければですね、このルート3マイナス1かけるルート3プラス1は、整数になりますので、有理化できるという形になります。そうすると、これは、ルート3マイナス1分の1は、これ2分のルート3プラス1という形で表されるんですけれども、そうしますと、今度、このルート、分子のルート3プラス1ですね、分子のルート3プラス1っていうのが、この分母の2より大きくなっていますので、この、ルート、2分のルート3プラス1の整数部分をやはり取ってきます。そうしますと、2分のルート3プラス1の整数部分は1と。いうことが分かりますので、で小数部分は正確に表すには、これ2分の3プラス1マイナス1と表すしかないですから、そのままこういうふうに書くわけですね。で、1とですね、それから2分の3プラス1マイナス2って、この小数部分は少し整理しますと、1プラス2分のルート3マイナス1という形になりますので、さらにこの小数部分の分子をこう1にします。そうすると、これは、ルート3マイナス1分の2っていうのが分母に来て、1が分子に来るわけです。で、さらに、計算を続けます。今度は、その、ルート3マイナス1分の2の部分ですね。この部分を、
この分母をやはり有理化します。ルート3マイナス1ってところを有理化します。有理化するには、これ、ルート3プラス1を分母と分子にかければよいと。そうしますと、分母は2になりまして、分子は2かけるルート3プラス1になるんですけれども、これ、分母は約分して、2は約分できるもので、ルート3プラス1になるわけですね。で、これで出てきたルート3プラス1を、やはり今度は整数部分と小数部分に分けます。ルート3プラス1の整数部分は2ですので、まあ、整数部分2と書きまして、で、小数部分はルート3プラス1マイナス2というふうに書くと、ルート3マイナス1ですね。これの部分は小数部分になるというわけですね。でさらに、この小数部分の分子を1にすると、ルート3マイナス1分の1というのが分母に出てくるんですが、実は思い出してみますと、これ実は最初の段階で、ルート3マイナス1分の1というのがこう出てきましたので、以後は今やってきたこの一連の計算がですね、こうどんどん循環するということになります。で、これを先ほどのその連分数の表記で書き出しますと、その連分数の Qi に当たる部分ですね、Qi に当たる部分を並べると、その112121212というふうに、こう、Qi に当たる部分がこう循環して1と2が続くということになりますので、まあ、これ循環小数の時のようにこの循環節に上に棒をつけてこう表すことにします。そうですね、分離して分子を1にしてで循環節が現れたということ で、でこのルート3の場合には1とですねそれから12が循環するようなそのような連分数で展開できるということが示されます。ということで、以上がですね、まず無理数の連分数での展開の基本的なやり方でしたので、まあ、ちょっとやればなれると思いますが、各自確認しておいてください。一応、今日のレポート課題でも連分数展開をやってもらいます。で、このようにですね、今回のように、その実数、まあ、無理数アルファをその循環連分数で表せる条件というのがありまして、その時の同値の条件というのが、この実数アルファが9分の n プラス、プラスマイナススクエアルートオブ n という形でこう表すことができるというものです。で、この形で表せる無理数というのは、二次無理数と呼ばれている数だそうで、でこれは整数係数の二次方程式の根として表される数ということだそうです。まあ、連分数のいろいろな性質については、ここでは詳細は立ち入らないことにしますので、大数学などの必要な授業で聞いてみてほしいと思いますけれども、とりあえず計算方法ですね、これは、計算数学でも扱う分野です。で、あと、その連分数、有理数の連分数展開を計算する、ユークリッドの互助法のともちょっと関連がある話ですので、今回紹介しました。はい、というわけで、今回の授業のまとめです。今回は、拡張ユークリッドの互助法の、性質について、また新しい性質を紹介しました。それから、あと、拡張、今回はユークリッドの互助法の応用でしたけれども、有理数の連分数展開の計算法を説明しまして、それから関連する話題として、その無理数の連分数近似の計算法について紹介をいたしました。で、次回は、拡張ユークリッド互助法の応用として、中国常用三法について紹介したいと思います。テキストでは 4.8 節ですけれども、ユークリッド互助法の、拡張ユークリッド互助法の応用としては、割と重要かつよく用いられている応用の一つでありますので、必要な人はまた予習をしてきてください。よろしいでしょうか。はい、それでは以上で今回の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。